ゴチャンワイドをご覧の皆さん、1年間アスルクラブ沼津の応援をありがとうございました。なかなか結果が出ない時も皆さんの声援が力になりました。来年も一緒に戦いましょう。ゴチャンワイドをご覧の皆様、こんにちは。アスルクラブ沼津背番号45番ゴールキーパーの武者博です。今シーズン1年間熱い応援ありがとうございました。今シーズンはすごく厳しいシーズンになりましたが、皆様の熱い応援や励ましの声が僕たちの力になりました。来年もよろしくお願いします。タコちゃんをご覧の皆さん、今年も1年、ありがとうございました。アスルクラブ沼津11番の渋谷和樹です。今シーズンもなかなか、チームとしても個人としても、皆様の期待に応えることはできませんでしたが、最後まで、ここに若い選手たちと差し切ることができたのも、皆様の声援のおかげだと思います。また来シーズンは、より良い順位で終われるよう、また懸命に努力していきたいと思います。本当にありがとうございました。トコちゃんワイドご覧の皆様、今シーズンも熱い声援ありがとうございました。もっともっとタフになって、もっともっと上手くなって、もっともっと強くなって、来年は一試合でプレーを表現したいと思います。来年もよろしくお願いします。トコちゃんをご覧の皆さん、アスルクラブ沼津の佐藤直樹です。今シーズンも多大なるご支援本当にありがとうございました。皆さんの声援のおかげで最後まで走り切ることができました。来シーズンもアスルクラブ沼津をよろしくお願いいたします。トコちゃんワイドをご覧の皆様、1年間熱い応援サポートありがとうございました。このシーズンなかなか結果が出ず苦しいシーズンでしたが、来シーズンに向けて自分もチームも成長できるように頑張りたいと思います。1年間ありがとうございました。トコちゃんワイドをご覧の皆さん、アスルクラブ沼津背番号15番瀬貝拓也です。いつもトコちゃんワイドからアスルクラブ沼津を応援していただきありがとうございます。皆さんの納得いく結果が今シーズン出せませんでしたけど、ぜひ来シーズンも皆さんの熱い応援、変わらぬご声援をいただければ嬉しく思います。1年間本当にありがとうございました。